はい、こんにちは、こんばんは、ポッチョです。ということで今日は8のワードをやりたいと思います。ということで今日はスーパーマリオブラザーズ3、まあ最終回みたいなもんですね。ということで最初は戦車です。8の戦車です。今日は飛行機もあって、まあ船もあって飛行機もあるから、まるでクッパがダブルランナーになった感じですね。まるでダブルランナーの計画みたいなことになってます、スーパーマリオブラザーズ3。うわ、めっちゃ大砲飛んでる。まあすごいですね、戦車ですね、戦車。大戦争がスタートしてしまいました。もうだからみんなで歌った方が良さそうですね。あ、歌ってみてプレイしましょう。だから僕は弱虫なんだ、心の中を探しみたいけど、だって僕の勇気なんか全部出してもこれだけなんだ。そうだ、君も探してくれよ、心の中の少し勇気を。だって僕と君の合わせたら勇気が少し大きくなったの。きっとみんなの心を合わせたら、きっと僕は弱虫じゃないよ、きっとみんなと強くなれるよ。いいね、これマッチしてますね、曲と戦車の戦いと。まあそんな感じで、ちょっと歌ってたらちょっとマリオがめっちゃやられまくってますが、まあ頑張ってる感じでいいね。まあ普通にやりましょうか。やべえ、ボム兵がいっぱいいる。そう言ってたらボム兵に苦戦してる。やばい。っていうことで 大戦争が始まりました。大戦争、完全に、まあ、大戦争大戦争とにゃんこ大戦争言ってたくなりますね。しかも最近ポッチョ動画でにゃんこ大戦争やってますよね。またできたらいつかやりたいと思います。ゾンビの戦いっていうパートが昔あったんですね、過去に。あ、でけえ戦車があった。大大砲ですね、大大砲。めっちゃ戦争がやってます。やばいやばい。あ、ゴールだ。さて、どうなってきた。ブーメラン、ブーメランだった。はははは。なんでブーメランの最後できた。謎ですね、こいつら。謎です。ブーメラン、ブーメランでしたね、敵は。っていうことで、この敵です。今度は船ですね、船。船。うん、船です。船ってあれかな？何もかも目覚めてく新しい私、走り出した船はただかな。それチェリーブラッサムですね。チェリーブラッサム少し歌っちゃいました。まあちょっと歌ってみましょう、こういうのが。何もかも目覚めてく新しい私、走り出した船の白い波、踊ってるあなたとの約束が叶うのは明日。胸に泣いた愛の旗、受け止めてくれるでしょう。ツバメが飛ぶ青い空は未来の夢、キャンパスね、自由な線、自由な色。あ、潜るだ。描いていく
りでーと言ったらブンブンでしたね。まあこのブンブンの次はまた何もかもでサビで積みますか。裏声で歌ってました。ということで裏声で歌ってたらまたブンブン倒しましたね。やったぜ。ということでやっぱ歌を歌うの楽しいですね。マリオしながら歌を歌う人、多分実況者の中でマリオで歌ってる人私しかいないと思います多分。いやでも楽しいですね歌を歌うの。みんなにこれ私が歌ってたポッチョカラオケ行くやって言われちゃうよね。ポッチョカラオケ行けばいいんじゃないのってなんかコメント出てくるんですよね。まあ私はそう歌が歌うのが好きなんですね。歌でゲームをしてるんで、まあそうですね。そう言ってて歌の歌ってる話をしてたらもう裏ステージっていうか沼の洞窟に入ってしまいました。まあでも8のワールドはかなり仕掛けが多いんですね。仕掛け満載のワールドです。8のワールドは、お宝箱ですね。葉っぱゲット。ということで、お飛行船か。まるでまた飛行船、大戦争ですね。飛行機か、今度は船じゃなく戦争ですね。戦争、大戦争がスタートですよ。大戦争っていうことで、いや、やばいやばい、めっちゃ多いんだけど。めっちゃ多いですね。ということで、まあ楽しいですねやっぱ。ということで、わ、めっちゃ飛行機いっぱいある。何この飛行機。多いですね飛行機。飛行機が多いですね。飛行機が多いですね。めっちゃ飛行機多い。これ何の飛行機かな。でも少なくともあれはなさそう。ボーリング737ではなさそう。まあでも飛行機っていうかあるあるっていうか、やっぱ羽田空港あるあるとバスだと、リムジンバスだと京急、ほとんど京急多いですね。京急か羽田のバス会社が多いですね。なぜ京急が多いのか知らないけど、多分京急が走ってるからですね。東京モノレールバスはないですね。だからまあそうですね、バスだ京急が多い。羽田空港ですね。時一つだけ相鉄バスがあって、ほとんど京急、まあ江戸電が一つぐらいあって、そうですね、京急多いですね。で、東急バスとかがたまに走ってる感じです。羽田空港のバスのように。ということで、あ、ブンブン、まだ出現。2度目の出演ですね、ブンブン。さて、今回、ブンブンカウントダウン。飛ぶと思っていたからですね。ブンブンカウントダウンどうかな？ということで、クリアしました、飛行機クリアしました、飛行機ボーンしました、ね。飛行機爆発しました。ということでこっち行きましょう。お、1の目が来た。一応6の面は、あ、8の面か。8の面は一応2まであります。通常コース。まああんまりないわけですね。8の面は。ファイヤーめっちゃ飛んでる。ファイヤー。あ。パックマン消したら ついでにファイヤーに引っかかった。なんかパックフェア先バグった。あー落ちちゃった、また落ちちゃった。あー伏線しちゃって、キラー邪魔、キラーめっちゃ苦戦してる。大伏線だ。お、上に行きましょうか。キラーにかかんない安全地、上ですね。上、あぶね。あ、それもキラーいる。キラーが多い、キラー。まあ、なんか動物の何かあれか。マリオカートではキラーにとっては、てーん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 だけね。マリオカートのキラーは特急です。バックフラワーがいっぱいいますね。なんか夜すぎてあまりにもゴールだと思っちゃう、これ。うわー、なんか難しそうなやつ来たー。は
タイミングですもん、キラーの。早すぎても遅すぎてもダメなんですよね。キラー出して、で、ノッコノッコーに、ジャンプ失敗したと思ったらよかったから成功。当たっちゃった。キラーまた当たった。成功落ちた。失敗になっちゃった。一気に。成功え、これどうすればいいの？どうすればいいのこれ。めっちゃ苦戦しそう、これ。足りないジャンプ距離。もしかしてキラー出してるのかな、これ。これキラーをこう出して、ピヨン、あー、惜しい。助けて、お母さんってやっちゃいました、さっき。お母ちゃんって言っても、お母ちゃん来ないですから。いや、難しすぎるだろ。いや、難しい。これ難しいぞ。大伏線してる、これ。ということで、めっちゃ伏線しますね。こう、混ぜて、こう、ピヨーンっていくのかな。あー、それかな。難しいな、これ。キラーが一つしか出てこない。あ、キラー二つ出てきたね。これ、キラーのカウントダウンは。キラーカウントダウンですね。キラーカウントダウン。やべえ。伏線しまくってる。だから、ここに、これ、詰まってる。詰まった時期のこれ。これ、クッパーカードみたい。このアスレチッククリアできるかっていう、クッパーがこんなアスレチック仕掛けた、仕掛け人時期みたいですね。あとは、この先通さないぞって、通すんだったらこの音符ブロック使えって。だったら、やばいですね。いや、やばい。完全にバリア感じになってる、バリアされてる、クッパに。まだ、ブンブンのバリアフリーよりマシですね。いけるかな？あ、いけた！やったー！やったぜ！ということで、おー、ゴールだったか。近くには。何この伏線ゴール。まだ最後の花火したいな、最後ぐらい。二面あるけど、二面はちょっとすぐ終わっちゃうんで、花火ぐらい最後花火をやりましょうか、一応。最後の花火。スタート！キノコの花火！マッシュルーム花火を上げましたね。ということで、マッシュルーム花火で2アップです。ということで、次のステージ行きましょう。まあ、ゴールはあるんですが、花火を上げるのはこのステージで最後なんですね。まあ、そんな感じで、最後ぐらいは花火したかったんでね。良かったですね。まあこれもゴールですが、花火できるのは最後、さっきの前です、一応。で、今度サニーがいる。サニーがいる。邪魔。パックフラワーも邪魔。パックン、待って、パックフラワー多いって。ヤッフー。おお、じゃあ落ちた。わあ、サニーがこんなのを仕掛けてる。何これ、マリオターゲットしてる。ドッジボールのボールみたい。サニーがドッジボールのボールイメージしますね。待って、ぶつかってる。だから下にいっちゃいますね、マリオ。やっぱこっちにも、何これタイミング、難しい。中途半端だなこれ。よし、今のうちや、逃げろー、ゴールということで、最後のゴールはスターでした。まあちょうどいいとこですね。ということで、次は砦です。確か砦ですね。ここだったっけ。あ、ここ行く止まりか、土管か。あ、ここですね、最後の砦ですね。ラスト砦。ここ鏡むのかな。ということで、行きましょう。まあ難しいですね、ここ。まあ最後の砦ですからね。ラスト砦ですかね。ラスト砦。かがむ。ああ、そっぽいですね。かがむ。よし、いけた。ああ、難しい、ここは。丸い火の玉はちょっと難しいですね。時計みたいな動きしてる。時計みたいな動き、これ。かがむ。ああ、大丈夫か、これ。さっきまで。どうかどうか。ええー、なにこれ、難しい。
何この丸丸丸い方の大きな丸の火は。リングあかがむのかこれ。えこれどうすんのこれ、もしかしてチビじゃんこれ。まあそうっぽいですね。あできた。さっきのはかがむ、あかがむチビじゃんかがむか、これ多分そうですね。かがむチビじゃんかがむですね。まだ早い早い早い、ちょっと待って、早い早い。かがむ落としたら火が出てくるっていうタイミングが悪すぎますね。これタイミングが、タイミングがちょっときついですね。もうちょっとゆっくりにすればいいですね。ゆっくりしてくれないのが クッパ様ではブンブンだけど、この持ち主。いやーよし、かがむ、よし完成できた、よかった。これどうすんだ、多分ブロックを破壊してあのドアに行くのかな、多分そうっぽいですね。そうポルですね、そうポル。あーいきなりダイエットマシンだ、いきなりランニングされた。ドアがいっぱいある、これまた謎解きっぽいな。っていうことでどんどんいきましょう。なんかいっぱいあるな、ドア。僕の前にはドアがあるって歌いたくなっちゃいますね。ドアが多すぎて、いろんなドアがって歌いたくなっちゃいますね。もうドアの歌当たってるよ完全に。めっちゃ歌の茶番が今日多いですね。待って、これ一段ずつ乾かむやつかね、この丸いのほんとやばい。丸丸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 がやばいですね。丸丸丸丸丸丸がやばすぎる。丸ほんとに丸がタイミング悪いですね。あここかがむ、ここかがむで、こう内番飛ばしてかがむだった。これ正解はよし、何とかいけた。ドッスンだ、ドッスンだ、ドッスン、ドッスンだ、ドッスン、ドッスン。これどこ行くのかな。骨の子の子がいるんだけど、骨の子の子。え、どういうことなんだこれ。行き止まりか。どっかに P スイッチなのか、 P スイッチ。あ、P スイッチ出てきた、そう言ってた。P スイッチ。P スイッチが出てきた。なんかドアが出現するから、何なんだろう。まあ、あのドア多分あそこのハテナに通常する、多分そうっぽいですね。あー、戻るのか、ここ。え、もしかしたらダッシュ行くのこれ。ダッシュであそこのドアまで行くの、それっぽいな、なんか。それっぽいポルーですね。どうやって行くのこれ。難しいな、謎解きですね。いや、これ、行けるかこれ。行けないよね。行けないな。ん、なんかドアあるな。え、ここ正義ルートなの。ドアが出現してたのか、 P スイッチをしたところで。こんにちは、ブンブンですって出てきたけど、こんにちは、ブンブンですって。いや、ブンブンですってなっちゃったんだけど。ということで倒しました。3回目のブンブンですね。あー、マリオが、マリオがとついでに、マリオも移動した。あー、土管か、ここ。多分こっちの土管っぽいですね。行きましょう。来た、クッパの中に着いた。クッパの中に、前に戦車が来た、戦車が。っていうことで、だいたいほとんど今日は戦争ですね。だいたい今日はだいたい戦争だですね、完全に。戦争がスタートしちゃった。でも飛行機もいますね、今回の戦車。でもこの戦車細長。めっちゃ爆発してるし、ボム兵。修理人もいますね。何この細長戦車。謎の戦車ですね、戦車。
この戦車めっちゃ細いな。おお、細長戦車多いな。細長戦車、なんでこんな細長い車なんだ。めっちゃ大砲がいっぱいあんな。まあ大砲はまた来た。めっちゃ細いなこの戦車。大戦争が起こってる。あ、ボスだ。本日4回目のブンブンだ。でもこれブンブン最終章か。ブンブンと最終章が始まりました。最終ブンブンですね。あ、今度ブンブン早っ。あ、やられちゃった。グッバイブンブン。あー、ブンブンいなくなっちゃった。寂しいですね。ブンブンブン、触ると割れるようがいなくなっちゃったよ。触ると割れるよう、いや寂しすぎでしょ。ということで次クッパ城です。クッパ城、ビーム？ビームしちゃった。クッパビームしちゃった。クッパビーム。ビーム。あ、ここもビーム。そうか。ビーム。アクションビームなっちゃった。これどうすんのこれ。このクッパビーム。速いんだけど、速度。速度速いんだけど、このクッパビーム。クッパビーム、速度速すぎ。しかも地面がめっちゃもう煙出てるってことは、ね、これあれか、熱湯風呂の熱さか。ビーム、まあビーム熱いですかね。マリオ大やけどじゃんこれ、当たったら。熱じゃん、熱。ファイヤーファイヤーしちゃってよ。炎、完全に炎だらけですね。あー、ビームに当たってる。マリオちょうど、ということで、ビームが、やばいですね、ビーム。もしこれ、あ、かがむのかな？ここもかがむ。あ、いけたいけた。よかったよかった。ビームで終わっちゃうと思ったよ。はい、今日はビームでおしまいにします。じゃあ、さよなら、バイバーイってやったらやばいですね。よし、こっち行きましょう。あ、またビームかい。ビームもう勘弁ですね。ビームもう一杯でいいよ。3杯が一杯ぐらいで。あ、これか。丸をよけろか。丸をよけろ。丸をよけろ。なんか変な形ですよ、また。ほいほい。あ、下行けばいいね、今度は。まあ、クッパ城がまた仕掛けいっぱいですね。仕掛け満載クッパ城。デデデ城よりも仕掛け多そうですね。めっちゃやばいやばい、かなり仕掛け多い。あー、落ちやすい。ここちょっと下行ってみる。どうしようかな。でも上の方はなんか正解っぽいけどね。これ足場多いけど、下もあるのか。下もちょっと下行ってみよう。あ、ドッスに塞がれてますね、あの足場に。でもこれ戻るドアっぽいですね。ってことは上が正解か。多分上が正解、そうですね、正解。上は正解かもね。下は多分、不正解ルートかもね。正義ルートはこっちかもね。まあ、じゃなかったらもう、ええと思うかもしれませんが、多分そうっぽいです。あ、これ落ちるタイミングか。練習失敗しますね、これ。いや、難しい、これは。タイミング的には。あ、いけた。さて、どうかな？どうかなこれ。あ、まだビームだ。クッパビームだ。クッパビーム。あ、これはビームしちゃう。こっち。ビームするとビームしないのかなこれ。こっちは、あ、ビームしない。クッパビームしませんでしたね。クッパビーム。ビームしぬとしないやつだから。ビームする。あ、これ正解そう。クッパの炎がですね。クッパの炎がですね。クッパの炎がですね。ということで、クッパの炎が燃えてます。これもビームしちゃうか。よかったよかった。ビーム今の最後だったのか。来た！クッパを落とすゲーム！イェーイ！クッパ落としゲームですね。クッパを落とすゲーム。
クッパをこの下から落ちろって奈落に落ちるゲームですね。虚無に落ちるゲームです。虚無に。これ下にいれば平気かな。危ね、今アウトじゃなかったのか。セーフだな、セーフ。また当たっちゃった。で次は ここでいいかな。この下の真下の方に立ちまし待機しましょう。かがんでますね。鏡ですね、鏡。あ、こっちいたか。ここにいましょう。マリオだん丸まじろみたいになっちゃうし、もう飛んだ方がいいかこれ。ビヨーン、ドーン。あとこっちですね、こっち、こっち行け。めっちゃクッパ入ってますね、クッパ。でこれよし、あと一歩だ、もうちょっとだ。あと2歩ぐらいですね。あと2歩、あと2歩ですね。よし、こっちに行けぞい。よし、バイバーイクッパ、グッバイクッパー。よし、あー、私も落ちちゃった。クッパと一緒に落ちちゃった。意味なすぎる。もうクッパが落ちちゃう。マリオもいたらクッパに食べられそうですね。めっちゃドア燃やしてやん。ピー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 って。わあ、めっちゃ目がチカチカするドアだ。光ってましたね、かなり。お、ピーチ姫だ。ってことで、やっとピーチ姫に会いましたね。もう、1,2,3 の実況で、もう、3回目の再会です。ありがとう。やっと、キノコの正解に平和が戻ってきました。もう、戻りました。おしまい。終わりですね。おしまいですね。おしまい。終わっちゃいました。ということで、まあ、ガチのエンディングですね、これ。スーパーマリオ3からエンディングがついに登場しました。ということで、エンディングですね。ということで、まあ、まあ、おさらいっていうか、まあ、全部まとめてそうですが、ポッチ動画のスーパーマリオブラザーズ、まあ、1から3の大晦日、お正月の実況はどうでしたか？まあ感想的にはかなり、まあやり直しありにしてもかなり難しいですね。まあやり直しなしにするのはかなりきついと思います。っていうことで、まあ1から2の3はまあ今日で一応まあ完全まとめて感じでまあ終わるんですが、まあみんなどうでしたか？マリオの冒険、1から2から3の冒険。まあ楽しかったですね、私にとっては。まあ大体プレイ時間は多分3時間とか4時間ぐらいはいってると思います。っていうことで7の面で8の面ですね。いや、これ完全にクリアした感じがもう完全にあります。っていうことで、ガラ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 って言って、GM ですね。よかったよかった。ということでエンディング入りましょう。ということで今日はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。ということで、じゃあ、さよなら、バイバーイ。